シャフリサブスは、ウズベキスタンの都市。シャフリサーブス、シャフリサーブズとも表記する。カシカダリア州に属する。サマルカンドの南約 80km に位置する、人口約5万3000人の町である。高度はおよそ 622m ある。かつては、中央アジアにおける主要都市だった歴史を誇り、今日では、14世紀に、 トルキスタンを席巻したティムールが誕生した場所として知られる。街の名前はペルシア語、シャフレサブズに由来する。語源については、諸説存在するが、街を中心に広がるオアシスが緑に溢れていた、様子に由来する説が有力である。2000年に15世紀のティムール朝時代に建築された、建物の現存する地区がユネスコの世界遺産に登録された。 かつてシャフリサブスは現在の北部付近に存在していたが、13世紀から14世紀の間に地域が移動して、現在の位置に移った。もともとは、心休まる場所という意味の化種、機種という名前で知られていた町であり、古代のシャフリサブスは中央アジアの都市の中でも最古の歴史を持つ。アレクサンドロス3世紀の攻撃を受けたアケメネス朝は、 この地で終焉を迎えた。アレクサンドロスは将軍プトレマイオスをバクトリア地方のサトラップに任じ紀元前328年から327年の冬にかけてアレクサンドロスはシャフリサブスに滞在して妻、ロクサネをめとった。騎手は中央アジアのイスラム改善からソグディアナの都市として知られており、随東代の中国の資料に書かれている。 秋武特図の一つ四国は、この地に起こった都市国家である。現状三蔵の大東西域期には、血相な国の名で登場した。他に、欠種の音訳の決異四国、決異四国、滑石国、骨四国などとも書かれた。イスラム化が進んだ9世紀、10世紀に至っても騎種は中心都市の地位を保つが、サマルカンドとブハラの発展に伴って衰退が始まる。 現在の町の名であるシャフリサブスの故障が最初に確認されるのは1351年にチャガタイ半国で鋳造された銀貨である。そして14世紀末、ティムール町の時代にシャフリサブスは歴史の表舞台に再び現れる。ティムール町の建国者であるティムールは1336年4月9日にシャフリサブス近郊の村で誕生した。 1379年にティムールが征服したホラズム地方の学者、職人たちは家族ごとシャフリサブスに移住させられ、1381年にティムールが征服したクルト町の首都ヘラートの住民と縄文がシャフリサブスに移される。シャフリサブスは中央アジアの文化都市に発展し、クッパトゥルイリムワルアダブの称号が完成られた。1380年により、 アクサライ宮殿の建築が開始され、ティムール町のアミールや交換たちによって、マドラサ、創院、宿泊所、貯水槽が町の内部と周辺地域に建てられた。ティムールはシャフリサブスを自らの故郷と考え、ここに自らの墓を建設することを計画した。ティムールは建国当初シャフリサブスを首都に定めることを考えたが、立地と陶器の交通の便の悪さのため、 サマルカンドを首都に据えた。16世紀にティムール町に代わってマーワラアンナフルに成立したブハラハン国の指導者アブドゥラーフ2世はシャフリサブスの大部分を破壊した。伝説によるとアブドゥッラーが町を破壊したのはシャフリサブスの攻略の際に急な坂道を登る際に疲労で相イが死んだがゆえにその怒りが町に向けられたが後に彼は自らの破壊行為に対して 自責の年にかられたということである。当初は、シャイバーニー王家がシャフリサブスを統治していたが、17世紀末より、シャフリサブスの統治権は、ウズベクのケネゲス部に移る。ケネゲス部は、シャフリサブスとキタブを拠点として、同じウズベクのマンギトブと争い、ブハラハ国で、マンギトブの政権が成立した後も自治権闘争を展開した。1870年に、シャフリサブスは、 ロシア帝国によって、ロジア保護下のブーハラに併合されたが、その理由は、サーリの徴税受けを委任をシャフリサブスの住民が殺害した過度による。ソビエト連邦崩壊後に、ウズベキスタン共和国が独立すると、ティムールの再評価に伴って、ティムールの故郷としての観光投資家が政府によって進められている。ワイン、マユ、糖製品が多く生産されている。また、シャフリサブスには、 刺繍工場も置かれている。シャフリサブスには、ティムール朝時代以降の印象的な建築物が残っている。このことが評価され、ユネスコの世界遺産に登録された。その代表的なものを挙げる。アクサライグーの門、ドーラシャドットまた、シャフリサブスでは、中世の浴場や18世紀のバザールの跡も発見されている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。2016年の第40回世界遺産委員会では、観光方面での過度の開発などが問題視され、危機にさらされている世界遺産リストに登録された。ありがとうございます。